ヘクラ級防護巡洋艦はデンマーク海軍が建造した防護巡洋艦の艦級である。本級はデンマーク海軍がバルキリエンに続いて自国の沿岸警備のために作り上げた防護巡洋艦である。本級の基本構造は同時期のイギリス海軍の輸出型巡洋艦であるエルジッククルーザーの様式と告示している。同時期の艦として世界初の防護巡洋艦、 エスメラルダや日本海軍の何話型、オーストリア・ハンガリー帝国海軍、カイザー、フランツ・ヨーゼフ一世級などが挙げられる。本級は、カンパン型船体上に2本のマストと1本円突を持つ防護巡洋艦としてデンマークは、コッペンハーゲン海軍造船所で建造された。監視水面下に突き立った昇格を持つ。主艦パン部に、 最大圧4 3 2ト、mm、ルの走行が貼られた。艦首乾板上にから主砲塔として走行カバーのついた路砲塔に収められた1 5トル単装砲が一機頂上部に見張り所を持つ短脚式の前帆柱の後ろに左右に船橋を持つ箱型の環境があり、その後部に一本煙突が立つ。煙突の後部は関西艇置き場となっており、 片言二組のボートダビットにより運用される。その背後に前、帆柱と同じ様式の短脚式のミズン、そこから一段下がって、後ろ向きの 15cm 単装砲の順である。副砲の 5.7cm 単装砲は、単装砲がに棒立てをつけられ、原則甲板上に前、帆柱とミズンの左右に半円形の砲角を設けて、片言二機ずつの軽四機装備した。 1889年5月9日に、コペンハーゲン海軍造船所にて、気候、1890年11月28日浸水、1891年、春航、1954年解体。コペンハーゲン海軍造船所にて、気候、1892年7月5日、浸水、1893年5月8日、春航、 1928年3月29日、除籍。コペンハーゲン海軍造船所にて、寄港。1894年8月30日浸水。1895年、春港。1930年10月22日除籍。ありがとうございます。